んにちは、はるあんです。はい、今日はですね、はるあん流悪魔飯の作り方をご紹介します。イエーイ。それでは早速作っていきましょう。まずは食パンを用意します。今回は6枚切りです。まあ何枚切りでもいいんですけどね。皆さんは何枚切りがお好みですか？私は6枚切りが好きなんですよそうしたらバターです。マーガリンでも何でも OK。 バター系のものを食パンに塗っていきます。ちょっとね、これは柔らかくしとくとバター塗りやすいので、レンジで10秒20秒チンしてもいいと思います、硬い時はね。そして次はじゃーん、明太子。贅沢に一つ使っちゃいます。はい、途中で皮をこんな感じで剥いで、身をこうこそげ落としてですね、もう一度塗り広げます。じゃーん、昆布茶。昆布茶っていうのを、昆布茶ですね、をここに振りかけます。サラサラーと、あんまりかけすぎ注意なんだけど、かけてる。いっぱい。そしたら最後にじゃーん、チーズ。間違いないですよ、これはね。間違いないチーズを加えていきます。1枚ドカンと乗せていきます。はぁ、美味しそう。そうしたらちょっと見栄えよくね、パセリかなんか振っときましょうか。これは人参の葉っぱです。サラサラーっとね。はい、こんな感じかな。はい、ではチーズが溶けてパンの縁とかがカリッとしてくるまで焼いていきます。じゃーん、おいしそうです。でもあんまチーズにたどり着けなかった。チーズ食べたい。とっても美味しいです。ちょっとしょっぱいんだけど、それがね、パンの甘みといい感じにマッチしてて、やみつきになりそう。たらこスパゲッティとか明太子スパゲッティの味がします、簡単に言ってしまうと。だけどパンだから、やっぱパスタとはまた違う、一味違う感じがして、とってもいいね。これはいいですね。うん、これ美味しい。お腹空いた時とっても美味しいね、トーストメニューとなってると思うので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。あ、そうだ、バターがなかったり、バターじゃなくてマヨネーズでも美味しくできます。なので、マヨネーズ好きな方はね、マヨラーの方はぜひぜひマヨネーズでも試してみてください。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。